どうもこんにちは、みやです。今日も99連勝するまで、パート3やっていこうかなと思います。まずはステータス見ていきましょう。こんな感じですね。実を言うとですね、先ほど一戦このゲームやったんですけど、ちょっと動画の収録ができていなくて、ちょっと一戦分勝ちでその終わっちゃったんですけど、まあ、この一つの勝ちはちょっと脳幹でいこうと思います。前回から4連勝中ですね。4連勝中で468戦やって434回1位取っております。なんでこの引き続きね、この4連勝中からちょっと潜っていきます。そう、ちょっとね、びっくりしたんだよね。さっき一戦やってて、よし、まずは一勝勝ったと思ったらちょっと動画の収録できてなくて、失礼いたしました。まあね、ちょっと、やっぱり動画内にちゃんと載ってないと自分はダメだと思ってるんで、ここはね、ノーカンでやっていこうと思います。まあ一応勝ってますけど、まあね、やっぱりなんかそこは、なんかカウントするの嫌だなと思ったんで、すいません。脳幹で、こっからやっていきます。さて、まずは、マッチングしていますが、まあ、そうだな、モサがいるかどうかの確認ですかね。まあ、4列連、特に連組んでる人とか、あとこの人、罪的に結構強そうだなっていうところとか、まあ、序盤は結構ね、見る余裕は、そこそこあると思うんで、まあ、そこを確認しながらやっていきます。しっかりまず、とどめ位置にして、こちら DT4 を、DTTKI で、DTTKI にしてって。はい。まあ、ここ置きミスしたんで、まあ、ちょっとリカバリーですね。リカバリーしてって、ちょっと待ってね。こう、こう、こうだ。これで T スピンダブルから。まあ、もう一回 T スピンダブルになって、その後はちょっとなんないんですけど。まあ、こんな感じに削って、もう一回。こうすれば、しっかり T スピンダブルから下も T スピンダブルになる。まあ、こんな感じにしっかりリカバリーしてって、まあ、まだ全然狙われてないんで、とりあえずは、まあ、カウンターにはせずに、このまま外目打ちで行きましょう。外目打ち、Tスピンダブル、さあ、触っていく。で、これなんか一気に狙われましたね。結構狙われ始めたんで。これカウンターに切り替えておいて、狙ってくる人をちょっと返り討ちに、ね、していきたいって感じかな、今のところは。さてさて、一回ここ積んで、高さを稼いでから Tスピンダブル。あ、これね、Tスピンダブルはなんで高い位置でやるかいいというとね、まあ、Tスピンするってことは、絶対にそのソフトドロップが入るってことなんで、まあ、結構、上部で T スピンをやった方が、回転率が上がるというか、早いんですよね、T スピンは T スピンでも。なんで、ま、できるだけ、T スピンは高い地形でやると、強いっていうのが実はあります。まあ、細かいところですよね。まあ、その代わりちょっと、高い地形で、T スピンをミスってしまうと、まあ、結構危なくなってしまうっていう、まあ、リスクはあるんですけど、まあ、そこはま、リカバリー次第かな。さて、Tスピンダブルしっかり打ってて、まあ、ここでとどめ位置にしっかり切り替えて、Tスピンダブルと。まあ、これちょっと一回地形高いんで、セットレスまで打っていこう。あんまりその、まあ、さっきも言ったんですけど、地形高い状態で、キープしておくのは、一回ミスった時のリスクが結構あるんで、まあ、ここら辺はね、無難に消化していきながら。まあ、そんなにリソースないってほどでもなかったんで、まあ、ちょっと歩みのミスっちゃったんですけど、まあ、こうリカバリーしてって、Tスピンダブル。LJ 置いて、はいはいはい。まあ、こんなもんかな。これで地形きれいにしといて、セットリスまでと。てってってってん、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 てってん。さあ、セットリスって、Tスピンシングル。じゃない、Tスピンダブル。で、そろそろカウンターはいいかな。いいですね。この位置にしとこう。この位置にしといて。ちょっと今なんなかったんですけど。スティックでね、これ操作してるんで、この、とどめ打ちのやつはね。まあ、テトリスは十字でやってるんだけど。スティックで操作してるんで、ちょっとハンドね、もう一回戻っちゃう時があるんで。さあ、50%。まあ、普通のペースかな。とりあえずは普通のペースっぽいんで。まあ、このまま、まったり行きましょう。さあ、こうしてって。まあ、結構ね、その、ペースが遅い。って思うと、まあ、急がなきゃダメなんですけど。まあ、結構、普通のペースなんで。さあ、Tスピンダブル打ってって、テトリスまで。まあ、ここは積み込みながら行こうかな。まあ、積み込めそうなんで、全然。TSD、テトリス。もう一回 Tスピンダブルと。これカウンターに切り替えとくか。カウンターに切り替えて。Tスピンダブル。Tスピンダブル、Tスピンダブルと。もうTスピンダブル連打で。まあ、ちょっとずれた。これも3ライン消して削って T スピンから。T スピンから一応 T スピンミニにしといて、まあ BTB、バックトゥバックを継続させておいて、
君の屋根。またカウンターでいいかな。仮に一応狙われてるんで。あ、撃ってって。これは大美のだな。大美の入れて。あ、ちょっと歩みのミスったんで、ここ削ってって。ディスミシングル。シングルドネイトから、テトリス。で、こうだな。こうして、こうして、こう。はい。ティン。ここもとりあえず一回ティースピンシングルにしておいて、こっちからテトリスに切り替えよう。こっちからテトリスに切り替えて、はい。ちょっと4列円でいこうかな、ここ。まあ、そろそろカウンターやんなくていいんで。4列円組み切った後にちょっと切り替えていこう。オッケー。とどめ位置にしといて、ここでしっかり4列連つないでいく。T ミノ、I ミノ、L ミノ、S ミノ、Z ミノ、O ミノと。O ミノ、L ミノ、T ミノ、O ミノ、T ミノ、S ミノ、I ミノと。J ミノまで繋げようかな。J ミノまで繋げまーし。いや、いいや。ここはちょっと T スピンね。T スピンしてって、まぁ、ちょっと 100% になったんで。これもカウンターにしっかりしてって、あとはもう盤石に行きましょう。あ、バッチはね、全部取ってて、まぁ、結構有利なんで。てか、相当有利なんで。まあ、ここはね、あまり無理せずに。無難に。さあ、4列連。ティースピン打った後に4列連。打って。まあ、こんなもんかな。しっかり4列連やって。どれぐらい刺さるかな。とりあえず刺さって、まあ、バッチ3個以上いってる人とりあえずいないんで、めちゃくちゃ有利なんで。一切焦らないこと。オッケーオッケー。ハーティスピンシングルからの、これランカン。ランカンでティスピンシングル。もう一回テトリスからティスピンダブルと。ティスピンダブルって言って、一回削ろう。一回ここ削って穴開けといて、ティスピン。はい、テトリス。テトリス。ティースピンダブルと。で、こうシングル。ここでティースピンシングルにしといて、ダブル耐性だったが、その前に刺さると。よし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 。まあ、いい感じですね。まずは順調に一勝をもぎ取っていくと。オッケーオッケーオッケー。まあ、引き続き、まあ、比較的ね、序盤にバッチ100になってたんで、まあ、このまま無難に行けばいいなと思って、そのまま立ち回っていましたね。結構バッチ本当に最初に稼げるかどうか重要なんでね。まあ、しっかりもう一戦やっていきましょう。さあ、しっかりマッチングしていく。まあ、まずは先ほどと同様ね、誰がどういう積み方をして、どこら辺に強い人がいるかの確認をね、しっかりしていきましょう。よしよし、とどめ位置も忘れずにね。まずは基本的には本当にとどめ位置でいいんで。そこを忘れないようにしないと。本当にこれ上忘れるんですよね。めっちゃ狙われてて、カウンターにした方がいいのにカウンター忘れるとか、終盤カウンター忘れるとか、カウンター忘れてないんだけど、とどめ位置で変更忘れるとか、マジでこれ忘れるんで、まあ、ここら辺の意識配分ですね。さて、再び DD 北んでって、まあ、二人に狙われてますが、まあ、一人になったね、まあ、いっか。さてさて、T スピンダブルから、TST。TST で、まぁ、あ、T ミノ使ってるけど、まぁ、あ、全然間に合うんで。ここはしっかり T スピントリプル組んでって、まぁ、あ、平積みかな。普通に平積み体制。なるほどね。まぁ、あ、なんとなく相手の画面見ましたが、ある程度は把握できた。さて、2人狙われてる。彼に狙われてる。もカウンターでもいいんですけどね。どうしよっかな。あ、今一人になったんで、まあいいや。まあ二人になってきたらカウンターにしても全然ありなんで。一人だったらまあ、とどめ一の場合、とどめ一でいいかな、正直。とどめ一のままでいいと思うんですけど。まあとりあえずはね。とりあえずは、まあじゃあここでカウンターにしていきましょうか。ああ、ちょっと一人になったんで。とどめ一に変えて。まあこうね、射線というか、棒がね、本当に行ったり来たりするんで。ここら辺でね、戸惑う方もね、いると思うんですけど、ここしっかり見とかないとね、ダメなんで、しっかり見て、今ないんでね、
って言った瞬間に、来たんで。って言った瞬間に今棒来たんですけど。まあ、こんな感じでね、今なくなってもう一回来たんで。忙しいな。さあ、T スピン組んでって、T スピンから T スピンと。T スピン、T スピン、テトリス。で、Z ミノ屋根。Z ミノで屋根つけて、T スピンダブル。ここから積み込みで行きましょうと言おうとしたところに、ちょっとアイミノで2ライン消ししてしまったが、1ライン消しか2ライン消しちゃったけど、まあ、普段通りね、いつも通り軽く作っていけば、まあいいところだね。バッチはまだ25になってないけど、まあまあまあ、これでしっかり撃墜して25になったんで、このまま行きましょう。あゆみのダブルダガー、これね、キースピンダブル2回作ることをこれダブルダガーと言います。ダブルダガー組んでって、ここもしっかり先読み。あゆみの入れるところキースピンになるね。キースピンの先読みしといて、もう一回キースピンと。どん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 キースピン。キースピンダブル地獄。はい、キースピン。はい、キースピン。こうだな。こうして、こうして、こう。で、もう一回ジェーミノ。ジェーミノでキースピンと。はい。残り50人になっていく。50人になったところで、まあ、25% なんで、まあ、早くはないですね、少なくとも。少なくとも早くはない。でもこれ結構狙われてるんで、カウンターにしといて、欄干。キースピンシングルで、これ欄干というね、L か J で、このま、ドネイトチックな、ドネイトチックな組み方をするのをこれ欄干と言います。欄干組んで、確かに受け切ってからカウンターで返していく。削りましょうか。削ってミニまでつけよう。TP ミニまでつけといて、TP ダブル。一回大ミノで削って、はい。まあ、50% になってきたんで、そろそろね。早めにちょっと、キル数を稼いでいきたい。早めのパブローンって感じで、まあ、キル数を稼いでいきたいんですけど。まあ、まだね、ちょっと 50% なんで、そろそろ 75%。オッケーオッケーオッケー。とりあえず稼いで、こうして、こうして、はい。オッケー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 。いい感じだな。だいぶ負けてきた。ちょっとペース的には微妙だったんですけど、まあ、結構ね、中盤あたりから、相手ね、撃墜することができて、まあ、どんどんバチ稼いでるんで、まあいい感じかな。こうだな。こうして、とりあえず T スピンダブルと。ダブルダガーにする選択肢もあったんですけど、ちょっと一瞬隙ができちゃうんで、ここはちょっと T スピンにしといて、カウンター、いや、とどめちりんや。とどめちに切り替えて、オッケー。ちょっととどめちに切り替えるタイミング遅かったかもなぁ。まあ、とりあえずは、まあ、火力でいきましょう。火力で組んでって、はい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 。まあ、あゆみの使っても全然大丈夫なんで。ちょっとこういうちょっとした攻撃は逆に受けたくないんで。しっかり総裁しながら、ちょっとエルミノ置きミスしたんですけど、まあ、しっかり削ってアイミノまで、アイミノまで繋いで、エルミノまで繋げるか、エルミノまでしっかりレーンを繋げといて、ティースピンダブルかな、ダブルから、からドネイトで大ミノでティースピンダブル。もう一回大ミノで T スピンダブル組んでから4列連でいこうかな。4列連の形でいきましょう。おっと、しかしそこに穴が来るとちょっと繋ぎにくくなるぞ、これ。まあ、繋ぎにくくなるんですが、とりあえずまあ無理やり繋いでいきましょう。無理やり繋いで T ミノまで。ここまで。T スピンシングルかな。シングルからテトリス。まあ、結構狙われてるんで、ここでカウンターに切り替えていこう。カウンターに切り替えて。オッケーオッケー。ふんふん。なるほどね。まあ、しっかり総裁しといて、まあ、結構火力来てるんで、まあ、冷静に総裁するかないとまずい。総裁しといて。はい。残り12位以内か。まあ、75だから、ま、ペース的には、ま、そこまで悪くないとは思います。早くもないけどね。さっきみたいに早くはないけど、悪くもない。削ってって、JI まで。JI までしっかり削って、はいはいはい。
パーティーいく。ティースピンダブル。ティースピンダブルかな？テトリス。一回総裁だな。結構火力を吹ける人いるんで、あの左上の人。まあ、ちょっと警戒しながら立ち回っていこう。オッケー。なかなか火力送ってくる人でしたね。まあ、でもしっかりまあカウンターであの受け切ってから、まあ、今4列連体制あったんで4列連で刺そうかなと思ったんですけど、まあ、その前に刺したね、まあ、十分でしたね。オッケーオッケーオッケー。まあ、いかに冷静になれるか、まあ、いかにねこう高火力送られても、冷静に立ち回れるか重要になってくる。あ、無理に受けすぎるのは結構危険なんで、まあ、ちょっと操作やってながら、あの妥協しながらね、あの、立ち回っていくのが結構、これ、このゲームで重要だと思います。さて、というわけでね、しっかりステータス、まあ、いい感じですね。2戦やって、470勝、470戦、436回1位取っているというね、まあ、44負け。引き続きね、この戦績を維持しながら、勝率9割以上維持しながら、このね、99連勝目指して、この企画をね、達成していこうかなと思います。ではでは、皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。